ちは。こんにちは。ついに、ついに、日本編クリアした？それはとっくにしてます。カワワッパを倒したぜー。おぉ、カワワッパって誰？知らないんですか？このぐらい沼の底から、っていうステージに出てくる、めちゃ強い、カッパです。ここをクリアすると、ゾンビに強い、ネコックマン剣がもらえるので、どうしてもクリアしたかったのですが、なんと初挑戦時から約 1.5 年。30回近く全滅を繰り返して、ようやくクリアできました。おぉ、おめでとう。ありがとうございます。今日は、このステージの難しさを疑ってる霊夢さんに、ここがどれだけ難しかったかを見てもらいたいと思います。いや、別に疑ってはないけど。初挑戦。まずは初挑戦時、城を殴るとヤツが出てきます。これか。なんかカッパみたいだね。カッパだってば、キュウリを食べながら近づいてきて、ニタマが一撃でやられます。つい。キャスリンもやられて、あっという間に敗退。カワワッパ強すぎ。カワワッパ、白い敵だよね。白い敵に強いキャラ、入れた方がいいんじゃない？ですね。2戦目。カワワッパの攻撃が痛いので、クロガルを入れます。なんとこいつは白い敵に打たれ強い上、波動無効。カワワッパの進行を食い止めてくれると思います。止めてくれませんでした。よく調べたらカワワッパの攻撃、波動ではなく劣化だそうで、クロガル、思いっきり食らってました。波動と劣化、紛らわしい。3戦目。カワワッパを城まで引きつけます。そのままやられました。ダメじゃん。4戦目。劣化無効キャラの、スラビディ、天草四郎、黒キャスリーを入れてます。劣化無効なので、カワワッパの劣化攻撃を、耐えればいいというわけではないんですよね。カワワッパだけじゃなく、ハサミーマンも強いもんね。5戦目。ハサミーマン対策でエイリアンに強いミカコ。出した瞬間負ける。もう少し早めに出した方が。6戦目。最初にお金を貯めるため、ハサミーマンで時間稼ぎ。できるほどハサミーマンは弱くない。時間稼ぎするのも難しいのか。7戦目。ニャンマを使ってみます。ダメでした。ニャンマダメなのか。8戦目。もう一回ニャンマ。ハサミーマンにうまく攻撃できず、やられてしまいます。やっぱダメか。しかしキャスリー、クロガルがかなり粘ってくれます。最終的にやられてしまいましたが、ボスの体力 36% まで削ってくれました。あれ、いい感じじゃん。この調子なら、あと何回かやればクリアできるかも。11戦目。クロキャスリー、クロガルの活躍で、残り体力 22%。おお、もう少しもう少し。しかしこの後しばらくやるも、残り体力、80-90% を繰り返して、進展なし。正直、惜しい時と、惜しくない時の違いが、よくわからず。なんでだろうね。キャスリーと、クロガルの攻撃が効いてるのは、間違いなさそうだけど。半年経過。半年経過しました。このゲーム、レベル上限は決まってるので、パーティーを強くするためには、新しいキャラを、ゲットするしかありません。そこで、新しく手に入れた、2つのキャラを、紹介します。まずはこいつ、超遠距離攻撃タイプ、第6の人。見てください、こいつの。やられたけど。カワワッパの方が射程が広かったです。というのは冗談で、本命はこいつです。すっかり第6人がメタキャラになってしまった。精霊奥義がボルト。エイリアンの動きを 100% 止めることができます。ハサミーマンをこいつ一人で対処できるので、その間にお金貯め放題。ニャンコレベルを上げて、クロガルを出したところで城を攻撃。城を攻撃すると、なんとカワワッパが出てきます。そりゃそうだ。ギガボルトはカワワッパにやられてしまいますが、近づいてきたところを、クロキャス、クロガルで集中攻撃。お、もう一回ギガボルト出撃できるんじゃない？え？そうなんです。ギガボルト、生産期間が早いので、このタイミングでもう一回出撃できるんです。いや、気づいてなかったろ。さらに、猫はウォンサービスの妨害が、いい感じに決まってます。ハサミーマンを倒したおかげで、クロガルを出撃。全員でカワワッパに集中攻撃。あれ、おかしいな。こんなに簡単なはずないと思うんだけど。そこでハサミーマンが追加。そうだ、ハサミーマンがどんどん追加されてくるのか。兵器を早く倒さないと。倒しました。え、つい。そしてカワワッパもついに撃破。おお、やった。クロガルが意外と強かった。意外とじゃなく、クロガル、白い敵にはかなり強いんですよ。というわけで苦戦していたカワワッパクリア。これで、ネコックマン剣、ゲットか。いや、実は、その後、またカワワッパ倒せなくなって、まだゲットできてません。安定して倒す方法あれば、コメントお願いします。高評価、チャンネル登録もお願いします。またね。